吉田さん、やっぱりこうして9年ぐらいやってきて思うんですけども、凡事徹底っていうのがね、まあまさに凡事徹底だなと。何言ってるか分かりませんけども、私は別に特別なことをやったことはないんですよ。で、特別なスキルを使ったこともないんですよね。でも誰でもできることを今日までやってきてるなというところはあります。もしかしたらそれこそが誰にもできないことなのかなと思いますけども、けどね、やっぱりブログを作ったり YouTube の動画アップロードすることってできるんですよね。だからこういうふうに聞くことができるんですよ。 A さん B さん C さんっていう人がいて、私がいる。その時にある人がね、 YouTube やってる人って聞くんですよ。全員手を挙げるんですよ。客観的に見たらこれだけです。毎日やってる人っていうと、私しか手を挙げないのかもしれませんね。でもね、毎日のように皆さん会社に勤めたりとかね、何かをしてお金を稼いでるわけなんですよ。だからお金を稼ぐことって、さすがに10年とか20年経ったらベテランになってるんじゃないかなと思うんですけどね。でも収入が上がらない、所得が上がらないってことは、多分人の言うことを聞くことには慣れたけども、プラスアルファ何をすればね、それ以上のことができるのかとか、自分の所得を自分で変えていけるのかってことは、まあビタ一問たりともやってこなかったんだろうなと思うんですよね。で、私は逆で、まあ、人の言うことを聞くことができなくても収入が上がったりグループの売り上げが上がることを最優先にしてきました。それはだってビジネスをやる目的がそれなんでね、利益を出すってことなんで、利益を出してそれからなんぼなんですよね。生き延びてから考えることが多いということなんですよ。でも人はね、金のためにやってるんじゃないとか、成果だけが全てじゃないとかね、なんかこんな言葉にね、真に受けるっていうか騙されて、商売やってながらマイナスでもしょうがないと思ってるんですよね。これ本当バカかと思いますね。お遊びしてんじゃねえと。でも逆にこうも思います。お遊びの人ばっかりだから結構楽させてもらいましたということなんですよ。みんながみんな本気でね、お金のこととかビジネスのこととか、目の前のお客様やね、社会のこと、人のこと、他人のことを愛情を持ってみんなが本気で考えてたら、私はとても叶いません。まあある意味非常にずるくて自分勝手で卑怯でね、生半可な人が世の中に揃ってるから、私はなんとなくやってこれたのかなと思いますよね。みんなが凡事徹底やったら、それこそ私は叶わないですよ。そもそも本当の競争が嫌いなのは私ですからね。競争したくないからこそずっとやり続けて、どん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 孤立を求めていったんですよ。レースをする人は私全然いません。今は本当にいなくなりました。だから競争から離れてよかったなと思ってますよ。でもどうですかね、お金にまだ苦しんでいらっしゃる方、競争に巻き込まれ続けてるんじゃないかなと思います。誰かと売り上げを競ったり、出世の席を取り合ったり、自分の暮らしと誰かを比較して恨んでみたりとかね。よくこんな声も聞きます。私はね、生活保護が37万ぐらいに上がんないかなと思ってその活動してるんですけども、そうなるとね、俺たち労働者は一生懸命働いて、それでも手取り20万もないんだ、なんで働いてない生活保護が37万なんだっていうふうに言うんですよ。まあその気持ち分からなくないですけども、別に他者と比較する必要はないでしょと思うんですよ。肝心なのはあなたの所得が上がるか下がるかってことだけであって、他人のね、所得が上がるか下がるかはあなたの暮らしに全く関係ないんですよ。で、仮にじゃあ生活保護の方がね、37万になってあなた損するんですかと、生活保護の方が10万だったらあなた嬉しいんですかっていうことになっちゃうんですよね。だからこういうふうに、誰かよりも豊かであることとかね、誰かよりも金がいっぱいあることとか、誰かよりも楽をしていることとか、誰かよりも誰かよりも誰かよりもって考えてる暇がよくあるなと思っちゃうんですよね。ただ敬意を迎えるために、あの人は頑張ってるなとかね、あの人は素敵だなと、自分にはかなわないような努力をしてるなと、
自分にはできないような特質を持ってるなんて、こういう比較は前向きだと思うんですけども、恨み節のためにね、わざわざ他人を見に行ってその人の上げ足を取ってさも勝ったぞみたいなね、正論を練り上げるってことってのは、まあ何も自らに寄与しないと思うんですよね。だからね、自分の目標を打ち立てたら足元を見るだけなんですよ。足元をコツ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 積み上げていくだけ。横を見ると他の人がね、自分の知らない方法で階段を上ってることを、うわ自分は知らないのにずるいとかね、自分の知らない人とつながってることによってうまくいってるように見えるのを知って、なんだよ人脈があるだけであんなに違うのかよみたいなね、実力で勝負しろよみたいなねことを言い出したりとかね。いや人脈ってのも自分が思うだけではできませんからね、相手が認めてくれてこその人脈ですから、だから引き上げてもらえるんですよ。そんなね、いちいち人を妬む人に人脈なんて持てないですよね。常に誰かのために、常に弱い人を鼓舞するために、いろんな人の役に立ちたいという思いを真摯に傾けながら誠実にやるからこそ、あ、そういう人とつながっていたいなって人が出てくるんじゃないかなと思うんですよ。そしてそれを積み重ねて10年20年経ってみると、非常にいいご縁が生まれてね、人間嫌いって言葉は出ないと思いますし、人見知りなんてことにもならないと思いますし、人間社会は煩わしいとかね、都会は人間関係がないからねなんて絶対言わないと思うんですよ。だからね、なんか他者を愚痴れば愚痴るほど自分の力量のなさと、その凡事徹底ができてない、なんか浮ついた気持ちが見えてくるんじゃないかなと思ったりね、思わなかったりするんですけどね。億万長者合宿ね、それは参加しただけじゃ稼ぎませんよ。それこそ億万長者合宿に参加する前から、億万長者合宿ではどんなことがあるのかを想像してきました、そのための準備もしてきましたぐらい先にしていたりとか、予習ができなければ億万長者合宿が終わった後に、さあこれからが自分の人生を変えるために元通りに暮らしに戻るんではなくて、山から下山した時のようにね、いろんな課題を背負って出たぞと、億万長者合宿が終わった後、その背負って出た課題を日々こなす毎日なんだと、それが凡事徹底なんだと気づいていただきたいですけども、どうですかね、億万長者合宿に参加した皆さん。まだ私は吉田さんと一緒に億万長者合宿のアフターサービスをやり続けてますけども、受け取ってますか、ね、儲かって受け取ってないんだったらいいですよ。結局は一番大事にしないといけない情報に背を向けて、自分の現状を変えない情報をしっかりと、まあ、握りしめているんじゃないかなと思いますけどね。ダメなら変えなくちゃダメですよ。そしてうまくいってる人がやり続けていることが正解です。まああとはそれを信じるかどうか、あなた次第です。いってらっしゃい。